聖書にカメラを持ってきたな。早速スパイダースプライサーの写真を撮ってくれ。調査結果を手にするまでは戻ってこなくていいからな。俺たちは小さなもんだけど、神は偉大さ。
よほど悪くなくとも我々の給水システムでさえ水漏れは起きる。その通りさ、アルカディアのシステムは海の水を取り入れてる。この場所を建築してるとき、私はライアに言ったんだ。ラバの横みたいな作りにしないと全体が下水管みたいになってしまうだろうってね。だけど言われたのは、いいやマルドだ、バスタブなんかの泳ぎはない、エデンの巣を作るんだというわけだよ。さらに町では暴動が起きているが、ラプチャーの指導者として動く時が来たのだ。密売人に対して厳格なる処置を施さなければならない。いかなる地上との接触もラプチャーを寄生虫にさらすことになる。我々の理想のためには庶民の首など取るに足らん犠牲だ。
誰が言った
ない地球の空洞だ。マーシャを見たわ。最初はあれがマーシャだって思えなかったわ。サムが最初にあれはマーシャだって言ったけど、私は嘘でしょって叫んだわ。だってあれがマーシャだなんて。でもサムは正しかった。あの子はフォンテイン水産の近くで死体から血を抜き取っていたのよ。血を抜き終わると忌まわしいゴーレムたちとその場から去っていったわ。ダイアン、すまないがまた今夜も遅くなりそうだ。ローゼンバーグがどうしてもフォンテインとのビジネスについて話をしたいと言うんだ。私は金融市場の確立に努力しているんだが、あのバカが、アダムがどうの、遺伝子組み換えがどうのとうるさいんだ。1時間ほどあいつの話を聞いているふりをして、できるだけ早く帰るようにするよ。すまないね。ラプチャーのことは信用しています。だからといって常に我々が勝つわけではないんです。フォンテイン未来技術者は今やラプチャーで最大の勢力です。だからこれだけははっきりさせてください。フォンテインを逮捕しても奴の事業収益には手を振らないことを明らかにしておくべきです。我々が委員会の一員でいられるのは、哀れむべき人々が我々を信頼してくれているからです。